スクラルファートとは、粘膜保護薬の一つ。初等硫酸エステルアルミニウムジオであり、イヤ十二指腸における、海洋表面のタンパク質と結合して、被膜を形成する。スクラルファートは、H2 受容体キッコー薬や、プロトンポンプキッコー薬などの胃酸抑制薬による、治療後の再発防止を目的として使用される、アルミニウム化合物。このアルミニウムは、 人機能が低下していると体内に蓄積するので、透析患者への使用は禁忌とされている。大きな副作用の頻度は少ない。胃粘膜保護作用があるために、他の薬剤の吸収を妨げることがある。牛乳やカルシウムを含むサプリメントと併用すると、ミルクアルカリ症候群を起こし頭痛や、吐き気、食欲不振を起こすことがある。炭酸飲料で飲むと中和作用が、 炭酸に対して使われてしまい、胃酸に対する効果が損なわれることがある。腸溶性の薬品は、胃の酸性の状況下では吸収されないよう、作られているが、生産薬と合わせて飲んだ場合は、胃内がアルカリ性の傾向となるため、腸溶性薬品が腸まで到達しないことがある。アルミニウムが含まれる製剤は、腎機能が悪いと体内にアルミニウムが蓄積し、 アルミニウム濃症などを起こす危険性がある。ABC マークインデックス1 2スエディション九千9049ありがとうございます。